え、ちょっと待って、今、洞窟に行くためにちょっと道作ろうとかと思ってたんですけど、あのテザーってどことつながってんの？車と今つながってないんですよ、テザーが。テザーこうつながるはずなんですけどね、こうやって。あのテザーつながってないねん、車に。でもつながってんねん、どっかと。え、どういうことこれ？え、ちょっと気持ち悪。まあ、そんな感じでね、道作っていこうと思います。はい、地下への道完成しました。今回めちゃくちゃなんかもう綺麗なあれできたと思うね。行くよ、見てて。あ、やばい、高さ足りひん、高さ足りひん、足りる、オッケー。ほら、めっちゃ綺麗じゃない。車止める場所もなんかもう真っ平らにしたよ。このスムーズな感じ。ほら、あら、おい、マジか、そこあかん？そこあかん？おい、マジか、そこあかんのか。いや、いけたな、オッケー。どう？この感じ。めっちゃ綺麗じゃない。いや、我ながら傑作ですな。これ普通に、ドリルで掘った方が早かったかな。ここら辺ね。割と掘るの大変やってんけど。あと、こう、風が全然ないから、ソーラーの方が良かったかな。車置いといて。あともう洞窟のね、隣にもうできちゃいました、道が。薄ならしてこんな地下まで来んの？さあ、今回徒歩で行くか車で行くか、すごい悩みどころなんですけど、どっちで行こっかな。どっちで行くべきなんやろ。車またあれ、前みたいに飛んで行ったら嫌やし、最初徒歩で行ってみるか。徒歩の方が行きやすいしね。じゃあ車はとりあえずここに停めておいて、徒歩で行きましょうかね。はい。よっしゃ、今日も下に登るってなんやねんな。下に降りていくよ。もう下の降り方っていうか、もう降りるための盛り土の質が変わってるよね。俺、滑り台作ってから。こんな綺麗な生き方やで、もう俺。こんな綺麗な道作れるようになってんで、すごない？いや、これも進歩ですね。この下、あ、でもそんなに深くはなさそう。ここから見えてるもんね。もう、これのまんま行こうか、これのまんま。これ、ブワー下行こうか。さあ、皆さん、もうすぐ、年末ジャンボの当選日ですね。当選日で抽選日ですね。皆さん、買いました？年末ジャンボ。私、初めて買ったんですけど、今回、多分、動画にあげるかなとは思うんですけれども、皆さん何枚買いました？私10枚だけとりあえず買ったんですけど、やっぱ10枚以上買ったらなんかそれはもう違う気がすんねんな。10枚って言っても3000円やし、やっぱり10枚以上は買いすぎっていうあれがあるよね。おっしゃ、一本道できました。一本道できました。赤やねんな、ここ。まあ、星が赤やったから赤っていうのは納得できるんやけど、こんな綺麗な真っ赤っかなんですね。よいしょ。さあ、どっちに行こうかな？どっちに行こうかな？とりあえずあっちかな？新しい資源を見つけたいな。資源っていうか、鉱石？新しい鉱石を見てみたい、そろそろ。木雀石とかは。見飽きたよ。ここも広いね。あー、なんかぶら下がってる、ぶら下がってる。いつものですね。ついてきましょう。あ？あれ？こいつ吸ったら、やれるんじゃない？なんでやられへんの？めっちゃ吹かない？え？どこまであんの、こいつ。落ちた。え、深すぎるやろ。深すぎるやろ。なんでお前、ここの星のあいつは強いんか？そういうあれがあるんか？まあ、引き続き見ていきましょうか。なんもない、なんもない。すげえ。だだっ広いだけ。何もなし。こっちは何もなし。あれはなんだ？あれは。あれは違う？違うね。じゃあ次反対側行ってみようか。なんかあるかな？とりあえず、テザーなしで行ってみるか。お、下降りる？下降りる？おー、降りれるね。こっちが当たりやな。よーし。道作りのプロ、行きまーす。はい、道作りのプロでしたー。よし、行こうか。これは何？これは違う？ただの石？もうやっぱりもっともっと深く行かないとないんかな？違う鉱石。なんだっけ、アストロニウムやったっけ？なんか新しい資源の。
あれがありましたもんね、深いところに。この前の地下探索でね、地下探索というかどこまで掘れるかっていう検証で。あ、またある、これ相変わらずね、はめれるとこ。これなんなん、各星に1個あるけど、はめるものによって変わるとかそういうの、それは違う。お、あっちにもなんかフシュフシュしてるもんがあるよ。反対側はなんかあるかな。とりあえず目視だけ。こっち広いな、こっちだだ広いわ、後にしよう。あっちのなんかラスボスっぽいとこ行ってみようか。行くぜ。なんか比較的探索しやすいですね。え、なになに、なんか風吹いてんねんけど。このでっかいイボイボちゃうわ。あ、なんか埋まってる一個。これ見たことあるやつやね。これは違う？これ違うか。あー、ただのトゲね。埋まってるって珍しいな。見たことあるやつやったけれども、埋まってるってことはまあレアやったんでしょうね。あー、こっち違うな。こっちなんか向こう行っちゃうな。逆側行くか。すーごい広いな、ここ。やばいな。あ、なんか2つ隣接してる。これはなんか珍しいね。2つ重なってるっていうの。まあまあ、クジャクイ、ヒトヒドラジン、見たことあるやつやね。銅とかはなんか鉄ないんかな、鉄。鉄鉱石。さすがにない。鉄使うやつとかないしな、今んとこ。え、なんかここ光ってんねんけど、何これ。上なんかあんの？え？これなんか光ってんねんで、ここ。丸く。なになになに？上になんかあんの？ない、ないよな。なんで光ってんねんやろ。あれ？ここ何の道や？なんかの道になってるね。何なんでしょうか。やっぱテザーがないと怖いね。やっぱできるだけ肉眼で見ていかなあかんな。むやたらめったテザー引いてたら、あかんぞ。さあ、ここは、だいぶ深くまで来てるよ。これは違うね。これは違うね。これクジャクイシ、見たことある。見たことあるの？ああ、めっちゃ深く行くやん。めっちゃ深く行くやん。いいよ、いいよ。これもクジャクイシやな。あれもクジャクイシかもしれへん。クジャクイシ。うわ、ここまでテザー引いてたら、なくなってたな。足りてないな、普通にここまで。右側行こう。右側には、なんかあるか？え、なんかめっちゃ手材今光ってたな。これはアルミやね。ラテライトやね。やばいな、酸素が。クジャクイシ。クジャクイシ。うーわ、まだ下行けんのこれ。ボコボコゾーン。うん、てか酸素だまりなくない？酸素なくね？一回戻ろう。あかんわ、これ。来すぎやわ。え、なにこれ？あ、道あるやん、道。これ、これ俺見たことないんじゃん。桃あったっけ？だだっ広いからさ、どこに行ってる？うーわ、こい。やめてやめて。だだっ広いからどっちに来たかがわからんくなる。うわぁ、ね。やばい。どこや。え？あれ？あ、あった。はあ、びっくりした。それじゃあもう行けるところまで行ってみましょうか。でもこれぐらいの道やったら車で来れそうやな。全然きつくない。あ、テザーなくなっちゃった。いや、とりあえず一回戻りますか。車で来たいと思います。ここ道しっかりしてるからね。よし、戻ってきたよ。行くぜ。行けるかな。このクレーンがやたら肩高いねんな。当たり判定があるんかどうかは分からへんねんけど、最初だけガタガタやな。最初のガタガタさえ抜けてまえば地下までいける。オッケー、俺の引いたロードやったらいけるぞ。ドゥルッドゥルのロードやったらいけるぞ。おお、走り心地完璧やな。おい、余裕の地下で、余裕で地下まで来たよ。あ、これちょっと、あらダメですか？
これが邪魔なんか。あ、これ邪魔やな。これめっちゃ邪魔やな。どうしよっかな。さあ、問題はここの地下に風が吹くのかどうかということなんですが、風が吹かんかったら、この車もう止まるからね、地下で。あ、吹いた吹いた。めっちゃビュンビュン吹いてるやん。あ、でもそんなにか。どっか吹ける。あ、吹けるポイントでちょっとね、充電。充電しとかないと、うん、充電できるときにしとこう。めっちゃピンポイントやな。よし、充電終わった。進んでいこうか。いや、見てこの走りやすさ。めっちゃ走りやすいや。てか、なんでこんなに砂嵐みたいなの。地下で砂嵐、そんなことある。割とでも風吹いてるな、ここ空洞やから。え、砂嵐が来てんねんけど、地下に。なんで？どっか隙間が空いてるってこと。ちょっとでも隙間が空いてたら地下まで砂嵐がやってくるんかな。さっき光入ってたし、ちょっと空いてるんかもしれへんな。やめろ、そこで。そこはまずい、そこはまずい。あ、もうさっきのとこまで来たよ。もうこれさっきのとこやね。じゃあちょっとテザー引きながら行きたいんで、降りていこうか。降りていって、ある程度進んだら車で行く、そういう感じにしようかな。お、これは、おー、まあダイナマイト、いつもの死体ですね。あれ、迷った。うーわ、完全に迷った。ちょっと先見ようと思って行ったら、うわー、マジかー、見つけられへん。そんなことってある？まさかの。ないもんな、ないもんな。うーわー、こんなところでか。まあまあ、この地下も何もないかったということにしておきましょうかね。はい。うわー、無駄に広いな。まあ、最後テザーのないところをこんだけ歩いても特に発見はなかったということでね。この星には特に何もなさそうということですね。で、次回また違う星、あと1個ぐらいかな、あと1個ぐらい違う星があると思うんですけれども、それを探索して終わりたいと思います。今後アップデートされるたびにまあやるとは思うんですけれども、またね、見に来てください。それではお疲れ様でした。